こんにちは、お久しぶりです。いけちゃんです。私は今一人で香川県に来ています。初めての香川県で、もうすぐ夕食時なので香川といったらうどんを食べに行きたいと思います。久しぶりの食べる系の動画です。やっぱり私の動画といえば旅グルメだよね。誰か私の動画といえば大江戸温泉とか言った人いる？うどん食べに行くぞ。今日は高松駅から徒歩10分くらいの位置にある道民イン高松に泊まっています。ここから歩いていける飲食店探します。一人旅楽しい。最近私すごく心を病んで YouTube を休んでいたので、今日は昇進旅行です。多分ここだと思う。うどん屋さん、うどん屋といえば私は花丸うどんしか来たことがないので、こんな風にメニュー表をめくるのは初めて。このぶっかけうどんっていうの私好きなんだけどさ、ちょっと注文するのをためらわれるよね。でも今日はこのさぬきうどん799円を注文。安い。じゃーん、これが本場のさぬきうどんと飯田子の天ぷらだ。うまそう。なんだかんだビールもつけてしまって、これサイドメニューの方がうどんより高くない？いやいや、むしろ逆でうどんが安すぎるんだ。瀬戸内の風を感じながら味のある瓶ビールで乾杯。カツン。子供舌の私にはまだ苦い。そしてこれがさぬきの国で食べるさぬきうどん。ズルルルルルル。これは注文が入ってからうどんを切って茹でているらしくて、その分なんだかコシコシしている。高松駅周辺のうどん屋は営業時間が短くて、なんだか閉まっているお店が多かったんだけど、この時間に空いている近くのお店がこのさぬき麺の助だけだったんですよね。東京の時間軸、そして夜行性の時間軸で生きているとうどんにありつけないところだった。いや助かった。うどんの麺の太さが一本一本違っていて、これが手打ち感があっていい。味で言えば主張しすぎず、この時間でも食べやすいお味。別に東京にいてもさぬきうどんを食べられるのに、わざわざ高松に行ってうどんを食べるという贅沢。いやでも地図を見た時に駅周辺にうどん屋がいっぱいあってびっくりした。それで結構セルフうどんで書いてるところもあったんだけど、セルフうどんって何？自分で茹でるんか？ちょっと高松新参者の私には難しそうだったので、普通のこのお店に来た。机に雑多に散りばめられたこのメニュー表の感じが老舗のあれ。飯田子の天ぷら、身がかっつり入っててうまそう。こんなうまいもんなんぼでも食える。旅先での胃の容量は無限大。うどんといえば私は伊勢うどんのような、なんかコシのないうどんが好きなので、結構うどんラバーの中では少数派なのかもしれない。結構コシのあるうどん好きな人の方が多いよね。このうどんはちょうどその中間くらいに位置していて、すごく食べやすい。あ、なんか電車が通った。この後ろすぐ電車なのか。私は高松駅から来たから結構歩いた感じがしたけど、琴電の河原町駅で降りたら徒歩 1,2 分のところにこのうどん屋があるらしい。ところでこの画角にした瞬間さ、私の隣に椅子があるのすごい目立つよね。来た時間が微妙な時間だったから店内には人が全然いないんだけど、なんかなんだかんだ陰キャなのかな。端の席選びたくなっちゃうんだよね。撮影許可を取っているのにレジカウンターから完全に死角の位置に座った私。すごい陰キャなのにしっかり許可取りして端の席でガツガツうどんを食べているのおもろい。ビールも最後の一滴まで注いでいく。誰かと旅行するのも楽しいかもしれないけど、私は基本一人で、なんでかっていうと平日がすごく多いんですよ。平日ってさ、観光地もあんまり人がいなくてすごい快適で回りやすいです。私はもう25歳だから周りの人たちも大体就職しちゃってて、なんかね、もうみんな休日しか空いてないよね。当たり前なんだけど、平日に旅行できる幸せをかみしめながら完食。そして止まらぬ食欲。私はこの後2軒目に行くぞ。うどんってそんな腹にたまらないんだよね。全然つるっと食べれた。なんとお店を出るとすぐ踏切。柵がなくいきなり線路。景色は綺麗だけど東京に慣れちゃってるからちょっと危なって思っちゃう。あ、電車来た、電車来た。これ迫力やばいでしょ。元のグルメを求めてこんなに細い道を通っていく。私の地元みたい。私の地元にこんなとこある。どこだ、どうしよう。やっぱりメニューは骨付き肉。これにトッピングはしょうがと。はい、こちらが2軒目でどうしても食べたかった骨付き鶏。香川県はこちらの骨付き鶏が名物らしい。見てこの感じ、すごいずっしりボリューミーでうまそう。トッピングで私が大好きな大葉もたっぷり。いただきます。
ああ、これはね、手羽先とはまたちょっと違くて、なんて言うんだろう、すごい味が濃い、めちゃくちゃ濃い、そして脂がすごく多い。骨付き鶏には親っていうのと若っていうのがあるんだけど、親の方が噛むほどに味が出てくる深い感じらしい。そして若の方がなんか柔らかくて食べやすいんだって。私が選んだのはヒナって書いてたけど、これ若ってこと？全然ヒナの方も噛めば噛むほど味が出てくるが、しょっぱいほどに進むハイボール。ハイボールといえばアルコールの中でもカロリーが少なめ、そんなハイボールでこの油切った骨付き鶏を落としていく。ちょっと画角を変えてみたら完全に手元のハイボールにピントが合っている。私にはピントが一生合わない。そしてこれはそう、盗撮の画角。かなりガツンとスパイシーな味付けになっている骨付き鶏を盛り合わせのキャベツとパスタで緩和しながら食べていく。キャベツでより引き立つスパイシーさ、シャキシャキのキャベツがうめえ。うどんは営業時間が短めなのと、骨付き鶏は酒に合う感じで作られていて、味がかなりスパイシーで濃いめなので、昼はうどんを食べて夜は骨付き鶏を食べるっていうのが香川グルメ制覇の定番になりつつあるらしい。私も知らず知らずのうちに骨付き鶏を2軒目にチョイスしていた。これがこの骨付き鶏なんだけどさ、油すごいのわかる？この上にね、浮いてるの全部油。なんならこの銀のお皿を触ったら油で手がツルンツルンになる感じ。この良質な鶏の油で私の絶望的な乾燥肌が治りそうなくらい。ハイボールで油を胃に落とし込みながら食べ進めていく。食べ終わり、大葉のトッピングとレモンが爽やかさをプラスしてとても良かった。まさに酒飲みのためのグルメ。いやめっちゃ美味しかった。ありがとうございます。美味しいものいっぱい食べるで幸せ。ちょっと病んでたのか元気になる。うう、いけ、無事帰宅ホテルに戻りました。美味しかったんだけど、東京と違って地方の方がやっぱり動画回してると目立つしさ、突然喋り始める人に慣れてないからみんなが気まずかったので、副音声にしました。東京でも気まずいのに地方の方がより気まずい。あと私最近全然動画を撮っていなかったので、本当に久しぶりの撮影で恥ずかしい。もはや休暇が長すぎて自分が YouTuber だということを忘れかけていた。 YouTuber だという気持ちをなんか取り戻してきたで、その話は置いといて、私は結構肩を出してるファッションとかスタイルが出る洋服がすごい好きだし似合ってるなとも思っているんですけど、昔の動画を見てくれている人とかね、なんかそういう服装が嫌だっていう人もいるんですよ。ダルリで朝から吉野家にいたりとか、マックにいたりとか、あとなんか宅飲み動画をパジャマで出してる時がすごい面白かったって言ってくれる人もいたので、今日はファッションを考えてこれでいきました。どう？こういうファッションも可愛いでしょ。肩出てる服好きなんだけど。私は最近グラビアとかもやっちゃってるけど、ちょっとグラビアが苦手な人とかもいるじゃん。大体の人は喜んでくれるけど、やっぱり苦手な人もいるから、いろんな意見を汲み取って今後は動画を作っていきたいなと。あとはお店の人だとか見ている人、視聴者さんが不快にならない動画を作っていけるように頑張っていきたいなと思います。そんな感じの私の久しぶりの動画撮影でした。動画の投稿がね、前後しちゃうかもしれないけど、私からしたらこれ3週間ほぼ1ヶ月ぶりかなの撮影です。めちゃくちゃ期間が空いてしまいました。美味しかったです。じゃあまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。